ここが指しててすごいでしょう。というわけで皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。ゴートシミュレーター続きいきましょうかね。この女性がね、安定感すごいんですよね。この僕を使い乗りこなすこの体勢といいますか、素晴らしいものがあると、思います。これあれもしかしてこれ自転車で行けんじゃね。ちょっと乗ってみよう。よいしょ。でこのまま真っ直ぐ、おーっと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 、でも乗れる。よしよしよし、登れない。でもそういうことだよね。自転車の音じゃないんだけど、これなんだ、またこの音楽か。このなんだろう、へえ、すごい。ちょっとなんかこううはうはな人たちが乗りそうな音楽が鳴り始めた。これあれですかね、僕がこの音楽なんかあのマイクをしてるからかなだね。あ、なんだこれ、また新しいの見つけた。なんだろう、ちょっと行ってみよう、ちょっと乗ってみよう。ご主人様と共にどこまでも行ってきまーす。なにこれ、え、あ、ストーリーアバウト Do not leak、 どういう意味だ、え、なんだったのこれ。ちょっと、何にもなし、残念。なんだ、いい、なんか、うわーこの野郎、当てつけちゃ、ここら辺でもうぶっ壊して。なんかこれ改造してくれるのかなと思ったけど、そんなことなさそうだね。特に何も変わらず、頭に変な被り物、そしてムキムキのヤギ。あれこれ何これ、絵画展みたいな。ゴミ箱じゃん。あ、ゴミ箱の上にあった。ラッキー、ヘッドバットかましたて、イエー。こんなちっちゃいなんかアトリエみたいなとこなのかな、おそらく。天日のも開いてたんかな。あー、なんか面白そうな場所ねえかな。ちょっとこの先はさ、以前、あ、初めて行くかもしれない。ちょっと行ってみよう。例えばこことか、あ、まだ中入れそう。ちょっと行ってきまーす。いやー、いやー、こんにちはえらいことになってる。へい、何をやってるんだい君は。あ、また同じ女性だ。あー、妹さんかな。すいませんね、ちょっと、うん、妹様と一緒、ちょっと、うん、お姉さんと一緒に暮らしてます。私ヤギでございます。すごい、何でもなかった。何か、新しいギミックがあれば面白いんですけどね。ちょっと、あ、なるほど、この音楽は頭のやつから特殊能力みたいなものだね。連鎖反応でえらいことに。これ周りの人たち踊り出すんだ。ほらほら、この人こんなとこで踊ってるよすごい、音楽があるから誰でも踊り出すんだ。で戻すともう正気に戻るっていうね。何だこの洗脳。いやいしょー、破壊ガラス、ガラス破壊できるってちょっと面白い。なかなか普段やっちゃいけないことだからさ。ここも入れるんだ。これは何これ。あ、以前同じか。以前、うわー、もうすでに壊された跡がお邪魔しました。何これ、おー、すでにもうヤギの、もうヤギの国なんだね。ここは次はこれどこの国なんだろうね。国旗っていうかただの旗と言いますか、あんま取れなさそうだ。よいしょ、後ろに待ったんだ、こっち側。よいしょー、ハロー。あ、待って、またゲームあるじゃん。ゲームなのこれ、スロットなの。スピー当たるかな。うわー、足んねえじゃねえか、ちくしょー、壊せねえのが腹立つ。みんな踊り出すんだシュール。え、なに、あ、みんなラッキー、最近だと3つ目ゲット。気づかなかった。これもう商売上がったりですよ、こんなことされてたら。でも俺のせいじゃないから、これ上に乗ってるこれお姉さんが指示したことだから、これはもう仕方がない。言ってしまえばもうそれはね、僕のあの感知するところではございませんので。へえ、この向こうにも何かあるかな。お、なんだこれ、ちょっと行ってみよう。
何これ。レーススタート、もちろん移動ジャンプ、あ、L に押しながらで空中回転とかできるんだ。それは知らなかったな。あったあった。それでバックフリップとかやれってことなんだな。で、L1 でメーと鳴くというね。他、それ以外は基本的に使えてると思うんですよね。ちょっと後でやってみよう。バックフリップであったり、そういうの挑戦しろっていうミッション。へぇー、なんな、ちょっとでも自転車って俺今までまともに乗れたことないじゃん。ワン、ゴー、ヤギ。あれ、自転車乗ってないけどいいのこれ。ダメでね、自転車乗んないと。ああ、あんなとこに自転車が。ちょっとちょっと、自転車乗るよ。しよう。行きます。おー、でもいいよいいよいいよ。はい、オッケー。ああ、むず。よいしょ。いやあ、まっすぐ進まねえ。はい、これどうすりゃいいんだろうね、これ。真ん前、よいしょ。バランスが結構取れないっていうか、曲がり方がわからない。そういや曲がり方が分かってないという字。あー、いけるいける、よしよし、分かった、あだだだ。難しすぎるぜ。こうか。あー、つい間違えてなんかコントローラー触っちゃうんだよなこれ。いやーだ、で前ボタン押して進むのは分かってるんだけど、それだけじゃ足りないのよ。でもよし、感覚合ってきた、感覚合ってきた。いやー、あー、横だった。そういうことか、そういうことか。ちょっと分かってきたかもしれない。視点変更で、あ、魔女の宅急便でも似たような、なんかこう思いっきり自転車を、ま、なんか曲げてってさ、あー、カオス。ちょっと変なとこ行っちゃった。やべやべ、暗黒空間に引きずり込まれてきたよ。なにこれ。ちょっとこれはリスポーンだな。うん、リスポーン、これは辞退しよう。これ何、これこっちの方がいいかな。はい、レーススタート。またレースか、もちろん。でもちょっと自転車は多分ね、勝てないのがよく分かりました。さすがにきついかな。まあまあ頑張っていきましょうか。だとしても、いや、もうこうなったらもう自分がね、どこまで速いかっていうのをこのね、全世界に見せつけてやりたいですね。このロードの時のね、ちょっとトークを全くもって考えてなかったもんで。3、2、1、GO! ヤギ！どこだい？次は。あ、あれだ。あ、しゃ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 。壁登って。よしよしよし。あ、壁ジャンプじゃない、壁ジャンプじゃない。あれ？壁の登り方は？あれ？あれ？おかしいな。走りながらの状態か。走りながら、こうやってると、あ、しゃしゃ、いける。壁走り。で、こっちか。はい。ぐるっと回って。どれ？あれか。え、あれ？あれじゃないわ。あれ？次の道どこ？しまった、がっつり分かんなくなっちゃった。で、ま、道的にはこっちだってるはずなんだ。あれだ。こっちか。でもあれ多分違うよな。やべえ、マジで見失った。次の道どこよ？次どこ行けばいいか分かんないじゃない。ということで、ちょっともう一回ここ来て、で押したんですよね。でそしたら外はどこよって話になって、気がついたら女性もう限界じゃん。こっちかな。いや、でもそしたらもうちょっと近くにあるはずだよね、そういう表記が、どこにあるよみたいな。あ、なんかある。うおー、花火だった。でもこの上から見れば遠すぎて見えねえ。あー、あ、これでバックフリップ。よいしょ、よいしょーって、いいできなかった全然。これは諦めようか。ちょっときついぜ。壁走りもできる。あ、あった、見つけた見つけた、ようやく見つけた。こんなとこにあったの。上にあるなんて気づかねえべや。壁走りでいかないといけないんだな。よいしょ、こうやって、こうかな？よーし、オッケー、いった。はい、じゃあ次。で、どこ？あれか。ちょっと、水の上を。はい。で、登る。はい。あ、まあ、壁走るのが早いな、これ。意外と、だから、そっか、走る距離がないとダメなんだ。どこ行った？次の。あれ？こっちかな？でもないな。おかしいな。まだなんか視点ミスったかな？
あるじゃん。あれさっき撮ってなかったのか。でこれ矢印どっち向かってる。よいしょ、こっちか。あ、オッケーオッケーオッケー。登るのね。はい、壁走りでも限界があるんだ。なるほど、こっちかな。そしたら、あーあったあった。ちょ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 、時間がないんだって、時間がないんだって。登らなきゃ。え、オッケー、よっしゃ、登ってきて。はい、登って。ジャンプオーバー、ゴミ。走って、はい、壁走り、届け。くそ、意外と難しいぞ。よいしょ、はいはい、ちょっとゴミ袋邪魔じゃないですかね。せーの、ダッシュ、はい、ジャンプ、はい、届け。あー、おしゃい、行った。なんか拍手が起きたの、今違う？届いてないか。もうちょっと、ここ、あー、引っかかった。このゴミたちが結構いやらしいというか、あー、くそ、スピードがつかない。よいしょ、どうだ。あ、壁ジャンプなんて違うな。つい×を2回押しちゃうのは悪い癖で。これ終わらないぞ、これコマだと。ほい、あ、違う、諦めようかな、これ。でもせっかくそこになんか道があるんだったらやりたいですよね。ちょっとごめんなさいね。よいしょ、あ、違う、あれ、なんでだろうな。さっき俺どうやってじゃん壁走りしたっけ、そもそも。よいしょ、あ、違う。よしよしよし、登れ。あとちょっと、よし、いった。オッケー、はい、次。強引だけど結果オーライ。はい、行こう。はい、ジャンプオーバー、厚紙。はい、次。あ、開いた、あ、ついた、甘い。はい、超えて、はい、おっしゃ、あとちょっと、多分これいって、おい、お次、上登るのね。はい、あー、かこれはちょっとダッシュの上の、あーが、よっしゃ、いった。さあ、そしてあるね、まだ。はい、行こう、こっち。はい、で次登って、左行く。はい、ヘリがある。まあそれは置いといて。お、これはどっち向かってるんだ。あ、登っちゃうんだ、この坂。はい、で今度はここ越える。なに、中越えて、え、やばい。ああ、こんなところに、いやー、え、今失敗した、もしかして。たどり着いたと思った。ああ、また行かなきゃいけないのか、あれ。しかも今ちょっとこれ登れそうにないんだけど、ダムでしょこれ、やばいな。ちょっと最後あれ、うまく、なんか海のなんか綺麗な突破の仕方分かった気がする。これトランポリンでなんとか、とおい、えい、おい、さりげなくフリップ成功。トロフィーを全部集める。まあそれはいいとして、なんとか登ったぞ。よっしゃ、最後もう一回ヘリー。危ないわ、やばいやばい。早くミッションクリアしないと。ミッションっていうか、このレースをどうやって突破するんだろうな。突破といいますか、危ないような、なんだあれ、青い気のせいか。一応ちょっと見ておくか、なんだろう。おーだ、しまったしまった、やだやだ、落ちたくない。危ね、マジで危なかった今。壁ジャンプじゃなくて、ああそうそう、ちょっとずつジャンプでいいよ、焦んなくていい。壁走りが理想かこれ。うい、あー無理だ。よいしょ、これいちいちまた戻りたくないんだ俺。どうだ、あーまずい、落ちる。うい、あ、そんなにでも落ちないなこれ。こっちから行く。よしよしよし、戻ってきた。もう一回。あ、待った、こんなところに。あー罠かこれ。うい、バルキリー、あ、これに乗ってぶっ飛ばされるんだな。まずはちょっとこの先にある、さ、ちょっとゴール取らないと。これ何で行った方が一番近いか。これジャンプオーバー、これに乗ってった方が、沿っていこう。はいはいはい、よいしょー、レース終えよう、満足。一応ゴールできたから。行った。なんだよ結局これ。よいしょ、これだから水面のギリギリのところでジャンプするとめっちゃ速くなるんですよね。今気づいた。ういー、さっきのバルキリーってやつやってみようかな最後に。
で、それでうまくバックフリップかなんか決めれ、かっこよく終わりたいな。はい、あいしょい、うーやっしゃい、あいしょい、バックフリップ2回転、そして到着、よっしゃ。いやー、この足どうなってんだよ、この女の人の。なんかこれドリフの走り方みたい。さあ到着、どこだっけ、あれさっきあったのにな。こっちかな。あ、あったあったあった、あれだあれだ、この器の上に乗っちゃえばいいんだよね。うわー、ふぃー。さあバックフリップ。あ、そうか、これジャンプした状態っていうか、なかなか難しいんだな、いざやろうと思えばみたいな。あ、でもこれどうだ、地面か、地面だ、痛い。女性は間違いなく死んだな。というわけでね、また、次回へ行きたいと思います。これ本当に何これ、え、うーんって落としたけど、何だったのこれ結局。プロのつまり何だったの、質問よく分かりませんが、まあとりあえずな、また次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃね。大勢の報道陣を前にプロでの意気込みを語りました。いろんな変化球のコンビネーションでかわすピッチングに自信がありますとのことでした。新戦力として監督も非常に期待を寄せているようです。この後はニュースに続いて全国の天気をお伝えします。